改正する法律案について質問をいたします。質問に先立ち、おととい5月17日に行われた大阪都構想住民投票について 0.8 ポイントという僅差ながらも反対多数となり、史上初の挑戦ともいえる地域初の統治機構改革を実現することはできませんでした。まだまだ力不足、しかし硬直化した官僚主義と既得権益の厚い壁を打ち破って、納税者のための政治を実現してほしいという熱い思いと、我々に寄せられる強い民意を確認することもできました。維新の党は改革のスピリットを持ち続け、自らイノベーションをしながら不当不屈の精神で一丸となって歩んでいくことを宣言いたします。国民の皆様、各党各会派の皆様、どうぞ引き続きよろしくお願いをいたします。さて、本法案ですが、残念ながら取り調べ可視化わずか 3% にもかかわらず、司法取引導入、さらに通信傍受大幅拡大法案と言わざるを得ません。厚生労働省事務次官の村木厚子さんが逮捕され無罪となった事件で、